皆さんこんにちは、賛否両論の笠原です。皆さんにご紹介するお料理は稚鮎の春巻きでございます。私のお店賛否両論でも5月ぐらいになると必ずコースの方が進んでいいですね。池のいい血合いが手に入ってるんですね。シンプルに天ぷら、唐揚げなんかがいいかなと思いますけども、どうしてもね、池の血合いが手に入らない場合、どんなお店でもその美味しくあげられる血合いの揚げ物ないかなということで、私が考えたお料理です。ヒントになったのはですね、中華料理で鮎の春巻きというのを食べた時にですね、あ、これを血合いでやったら面白いんじゃないかなと、まあ、そう思って考えた一皿です。血合いね、入れておきます。春巻きの皮ですね。さすがにこれ丸ごと使うと大きいですからね。春巻きの皮はある程度のサイズに切って使いたいと思います。血合いをですね、ちょっとこのお腹のところをですね、真ん中にしてくるくるくると巻いてあげます。葉っぱのところを摘んで、もう揚げて添えたいと思いますね。薄力粉をまぶしていきます。はい、油の温度は170度で、クレソンは、片栗粉と水を溶いた衣ですね。白線揚げにしたいと思いますね。そして、普通に言うとこうね、お塩、そしてまあこのすだち、これで食べれるのでシンプルに美味しいんですけれども、もう一個ですね、鮎に合う何かソースはないかなと思って私ね考えましたのが、これはですね、私修行時代にね教わったのがですね、鮎の時期になるとね、鮎の腹わたの苦みには黒ビールが合うと。なので今日は黒ビールを使ってですね、黒ビールソースを作りたいと思いますね。黒ビールですね、こちらバルサミコ酢ですね。火にかけて煮詰めていきますね。強火でいくと吹きこぼれてしまいますのでね、弱火でちょっとじっくりコトコト、少しとろみがつくぐらいまで、ね、煮詰めていきます。結構緩い感じしますけどね、冷めるととろみがつきますのでね、このまま冷ましておきます。そうしますとね、まずこう血合いが泳いでいるようなイメージですね。盛り付けまして、でお塩、この黒ビールソースですね、結構苦いのであまりたっぷりつけるというよりは、ちょっとした血合いのアクセントとしてつけると美味しいと思いますね。血合いの春巻きの完成でございます。次の料理人はこちらの方です。よろしくお願いします。